はい、どうもご視聴ありがとうございます。マッシュトピア EX、 じゃあ続きからやっていきましょう。前回タイムリープというか昔に戻っちゃったのでね、鈴木のストーリー見ていきたいですね。一応敵キャラのレベルも下げることに成功したというか、次元キノコを使ったというか、まあできたので割とすぐいけちゃうんじゃないかな。でこれ火力抑えられるのか、火力を省エネにしてみよう。大節制、はいはいはい、最大火力省エネ大節制か、大節制でいいんじゃない。もうああ節制しすぎ、さすがに節制しすぎだわ。もう最大火力で十分かな、もしかして省エネ、ああ最大火力でいいや。さすがに序盤だけだな、その使い方でいいのは。うんちょっといい、ちょうどいいのないんかいっていう気持ちにはなるけど、ヌオンにお肉でもあげよう。あ進化できる、ポイントが足りねえだろうな、100ポイント必要。あ進化できた、やったエボリューション。じゃあ進化したヌオン、またでも剣に、や剣に進化させちゃったのかな今俺、もしかして。あーじゃあ一緒か。えなんで今なんか出てきてすぐ死んだわ。ヌオンの残りが残ってたのかな。よし、結構倒してきたよ、これで。何体 ?20 体倒した。さすが次元キノコ。でもまあ1個分ぐらいしか解放できないか。じゃあ行きましょう。エピソード17。シナリオ閲覧します。はい。17話目。またタイムリープ繰り返して。コヌ!はははは。悲しそう。僕は何をしてるんだろう、こんなに何度も何度もお姉ちゃんを傷つけて、もう止めることはできない。たまに浮上してはこうやって傷つくお姉ちゃんを眺めるだけ。もう完全にお母さんに乗っ取られてるね。お母さんっていうのもなんかちょっと心外だけどな。剣坊、剣坊助けて、僕を止めて。荷が重い、どうしよう。んええ何そのランスは。ん反抗的なキノコがまだいたのか。剣坊お前も同罪だ、消えてなくなっちまえよ。何あれ、うわ、え、俺もやられちまうの。なんだかんだ俺傍観者の位置にずっといたのに。はあはあ、もう嫌だ。僕はもうお姉ちゃんを悲しませたくない。もうこんな世界見せないでお母さん。もうこんな気持ち嫌だよ。僕はもう消えたい。ん?キノコがたくさんいる。それに空も晴れてる。あ、矛盾してる状況だ。夕方、違う。一体何が、あ?すごい、おびただしい数の、気持ち悪い。気持ち悪い、アコヌちゃん。同じ色の帽子かぶってらっしゃる。大丈夫なの?光は。お姉ちゃん。ザサ、何をやってるの?危ないよ、お姉ちゃん。僕たちはキノコだから、日の光は危ないよ。私たちは、どうやらこの世界に嫌われちゃったみたいなんだ。工場も君に壊されちゃったし、武器も力も何もかも取り上げられて。クローンお母さんも、博士ももういないよ。ザサは、私から全部奪い尽くしたよ。君の勝ち。僕は本当にひどいやつで、誰も助けられないし何にもできない。それがよくわかった。こんな世界を作ってしまったことこそそれが間違いだったんだって。やめてお姉ちゃん、そんなこと言わないで。もうどうでもいいよ。ザサは私たちにそんな当たり前のことを気がつかせるためにいたんだね。違う、僕はそんなこと思ってないよ。僕はお姉ちゃんと一緒にいたいだけだったよ。嘘だとしても嬉しいよ。嘘じゃない。疲れた、もうこの世界に疲れちゃった。だからみんなで朝日でも、ああ真珠みたいな感じか。でもまあ気持ちいい真珠ではあるな。これは朝日でも見ようかなって思ったんだ。何を言ってるの、光を浴びたら死んじゃうんだよ。私はこの世界を作った原因、ヌンちゃんを踏みにじって彼女の世界を踏みにじるいらない存在。もっと早くこうしておけばよかったんだよ。やめてよお姉ちゃん。怯えた目、疲れ切った顔、もうお姉ちゃんの心はズタズタにされている。お母さんは繰り返される時間の中で成長し、復讐の仕方を手を変え品を変え楽しんでいる。僕はこの世界に地獄を生み出してしまった。永遠に終わらない地獄を、もう僕では止められない地獄を。そして僕もお母さんの復讐の対象なんだ。もうタイムマシン壊してしまってザサだけでも楽になるっていうのも一つだけどね。えザサ、あ一緒に朝日を見よう。なるほど、本当に私のこと嫌いじゃないのなら、コヌは怖いんだ。
ここまで来て消えるのが怖いなんて笑っちゃうね。ねえザサ、手を握って。でもそしたらザサも消えれるのか。ああ、最後にお姉ちゃんとこうして一緒にいられるならそれでいい、それでいいんだ。お姉ちゃん、僕たちは曖昧なまま、向き合いもせずに、何も話し合わずにここまで来てしまった。僕たちはあってはならない世界で出会ってしまった。何もかもが間違いな世界で。だけど僕がお姉ちゃんを好きだって気持ちだけは本物だった。それだけあればいいや。あー、でもザサはもう消えるのかこれ。なんかえ、あ、またエンディング。まあそうだな、一つのバッドというかビターエンドって感じだけど、いや終わらんでしょう、終わらんでしょう。いや綺麗だけど、さっきの前回のエンディングよりは すごい文字が綺麗だけど。またなんかないの、日付2021年、違う2049年みたいな、2149年か、そんな感じのヒントを探せ、ヒントを探せ、なんかあるはずだ、鍵とかそういうの。いや終わらないでしょう、わかんない、怖いよ怖いよ。ないね、何もないね、何も出てこない。ちゃんと使われた音楽の名前だった、スペシャルサンクスも。うんうん、大丈夫だよな。そしてあの、いやいやいや、完全に、え、完全に、まなざしちゃん、まなざしちゃん、お久しぶりです、お久しぶりですじゃないんだよ、まなざしちゃん。数時間前、オッケーオッケー。体が動かない、そっか俺かこれ、剣棒だ、剣棒。ごめん、君にもたくさんひどいことをしてしまった。もうどう償っていいかわからない、ごめん。君はずっと僕を助けようとしてくれた、こんな僕を。もう時間だ、僕がまた僕で亡くなってしまう。生きて、お姉ちゃんを助けて。何が見えてんのこれ、何これ、瓦礫、瓦礫か。タフだな俺は。うわー、結構もうぐちゃぐちゃだ。動ける、なんかいるここ。もう少し、もう少しだけなら。じゃ、いや俺がタイムマシン使いたいな、せめて。何ができるか分かんないけど、やっぱり一番最初のさ、ヌンちゃんが捕らえられる前に戻りたいよな。うわーぐちゃぐちゃじゃん。え、もうあれ、お前は誰。そういえば変なキノコが何か持ってたな、変なキノコが何か。あれは僕のなのに、見つけたら倒してやる、そうしたら返してもらえるかな。え、お母さん、お母さん、疲れたんで放っておいてよ、僕はもう何も見たくないんだ。お前は誰？そういえば変なキノコが何か持ってたな。変なキノコが何か持ってた。これ？連打したらなんかある？なんもないね。ああ、ザサだ！ザサだ！なんか言って。壁に数字書いて、ん、特殊な塗料で、見るにはメガネが必要。メガネ？メガネ？メガネ。うわぁ、めっちゃ増えてるじゃん。前なかったことにするまでだっけ？人形までか。タイムマシンはあったかな？タイムマシンの記録の一部。タイムマシンの実験は数分の跳躍、数日の跳躍、1年の跳躍と順調に成功していたが、100年の跳躍は成功できていなかった、実験できていなかった。100年ね。でもまあ、殺意ヌンちゃん100年跳躍してるもんな。物の跳躍、動物の跳躍、キノコの跳躍と順調に成功していったが、人での実験は行っていなかった。また、この世界を覆う断りを逸脱した法則を知る者はもはや誰もいない。実験は不十分だった。ヌンは過去へと送られ、タイムマシンはもはや不要となった。現存するタイムマシンは実験用に作られた最後の1台だけとなり、地下に封印された。タイムマシン理論は、ブラウンというキノコが、ブラウンね？なんか聞いたことあるかな？わかんねえ。キノコが思いついた。今後悪用されないためにも、コヌは彼の記憶を消したらしい。設計図も燃やした。ブラウンね。どうやらタイムマシンに関してはどうにもならないかもしれないね。バイザーサー。
ちょっとうるさいねこのテレビが。お姉ちゃんを考える、お姉ちゃんを考えよう。お姉ちゃんは無表情だけど実はたくさんのことを考えていることが分かった。ちょっとネガティブなのがたまに傷だけど、僕の偏った知識以上のことを知っていて話していて楽しい。というか関わっているだけで楽しいのは何でだろう。お姉ちゃんが僕のことを考えて、僕がお姉ちゃんのことを考える。犬はうるさいけど可愛いし最高じゃん。いいじゃん、いい感じだ。何を書けばいいのかうまくまとまらない。充実してるからこそなんかちょっと複雑なのかな。めちゃくちゃ人間たちは僕の計画を予想より早く進めている。そしてお姉ちゃんはキノコの女王らしい力を振るい始めてる。僕はそうだ、僕はこんなことをしている場合じゃない。久々にお母さんが来てくれた。ずっとずっと久しぶりで嬉しかった。僕に対してすごく怒っていた。嫌な汗が出る。こんなもの作るべきじゃなかったな。僕はそれを金庫にしまう。ん？メガネかな。忘れないように何かヒントを書いておこう。きっとお姉ちゃん喜ぶぞ。じゃあキノコ退治に行こう。みんな皆殺しにしなきゃ。そしたらお姉ちゃんと遊ぶんだ。何か変だな。でもやらないと。ん？キノコを金庫にしまう。何かヒントを書いておこう。キノコ退治に行こう。キノコ退治、キノコ退治。下行ける？ちなみに。あーし、あ、行けるんだ、また。じゃあここ下行こうか。キノコ退治は分からんけど、今はまだ使用すべきだな。あー、ちょ、これ開けちゃったからか。彼女を無理やりにでも救う。深刻なエラー。もう一度クリックです。深刻なエラーが発生しました。じゃあ行きましょう。とりあえず地下にもう一度行こう。無理やりにでも救うってことは、俺がこの体を使ってそのまま行くってことだよね、多分。うわぁ、ぐちゃぐちゃ。タイムマシンを。初めて使います、僕。剣棒、タイムマシン。初旅行です。時間旅行。わぁ、すごいなって。G がすごい。この僕は無理やり引きずっていく。もはや自分で歩こうともせず、彼女は無気力だ。剣棒痛いよ。このつぶやきが聞こえて、僕はやっと我に帰った。彼女の手が赤く腫れてる。だが歩みを止めることはなかった。急いでこの場を離れなければコノは殺される。いや、それだけじゃない。強い焦燥感に惹かれて一心不乱にここまで引っ張ってきた。どの時系列だろう。でもまあザサに殺されそうなんだろうな。彼女の手助けをしていけばやがて彼女が幸せになれる道があると信じてここまでやってきた。僕の中にある様々な声が彼女を救ってくれと叫んでいる。僕も彼女と過ごすうちに彼女を救いたいと強く願うようになった。だけど僕は結局何もできなかった。ずっと会の外でただ働いてる存在、それが僕だった。そうだね、ストーリーとしてはそうだよな。ここは彼女が部屋の隅にある機械に目を向ける。来たか。機械の陰から博士が顔を出す。ずっと見かけないと思ったらこんなところに。博士ってあの博士だよね。所長と別博士は。僕は彼に事情を説明してこのタイムマシンの修理をお願いしたらしい。この放置されてるタイムマシンは故障しているからと。僕は一度このタイムマシンを使って過去に飛んだらしい。あ、そうなんだ。前の僕はもうすでにこの世界にはいない。タイムマシンに乗り込んでこの世界に来た時に死んでしまったと博士から聞かされている。博士に全てを託して死んでしまった。その僕が言うにはもうこの世界はどん詰まりらしく、どうあがいてもコヌの死は免れないということだった。だから彼女を救うために僕らにはもうこれしか道はなかった。さあ早く乗ってくれ。でも、あ、コヌを乗せようとしてんのか。コヌは拒絶する。そうか、この世界ではもう生きられないから、もうちょっとボロボロのコヌを連れてきてここに乗ってザサから逃げてってことか。嫌だ、コヌは皆を置いて逃げたくない。それにコヌはもうそんなことを言ってる場合じゃ。で、ガーンと上から音がして一度天井を見上げる。気づかれた、ザサが来るぞ。大きな音は何度も何度も響く。鉄がひしゃげる。嫌な音がする。この地下室の入り口が壊されようとしている。コヌ、いいから乗るんだ。博士が今まで聞いたことのない大きな声を出す。コヌはびっくりと震えた。私は行きたくない。彼女はそう言ってその場でしゃがみ込んだ。天井から何かが降ってきた。入り口を塞いでいた扉の一部だ。入ってくるぞ、胞子が。あの胞子か。博士が天井を見上げ苦々しくつぶやいた。僕はコヌを見る。両手で強く握りしめた帽子がくしゃくしゃになってる。彼女は震えている。こんな彼女を僕は見たくなかった。ぼさっとするな、剣棒。その次の瞬間、博士はコヌに飛びかかると無理やり引っ張って歩き始める。いきなりのことでナスがままだったコヌは博士の真意を悟ると抵抗を始めた。もう博士はあれか、うん？違う、博士はタイムマシンに乗せようとしてんのか。必死にコヌを引っ張る博士が鬼の形相で呆然としている僕を睨みつける。僕は
僕は博士と一緒に彼女を掴むと、タイムマシンにその体を仕込んで一気にハッチを閉じた。内部が見えるガラス越しに暴れるコヌが見えたが、もう構いやしない。僕はハッチを必死で押さえると博士を見た。博士はコンピューターで調整に入る。過去に戻す、何のしがらみのない世界に。向こうの世界に出たら日の光に気をつけてくれ。そしてなんとか生き延びて今度こそ幸せになってくれ。頼む、もうこんな悪夢は忘れるんだ。僕らの必死さを見た彼女はもう抵抗せず呆然としたままガラス越しに僕らを見つめていた。上階から水の流れのように胞子が流れ込んできて部屋を満たしていく。階段を座座の形をした何かがゆっくりと降りてくるのが見える。間に合ったか？剣棒開けて、こんなの嫌だよ。彼女のかすれた声が聞こえた。僕は彼女と向き合うと、出来もしない笑顔を作った。こういう時は笑うべきだとどこかで教わったからだ。起動のスイッチを僕が押した。やがてタイムマシンは虚空へと消えた。それと同時に胞子が体にまとわりつき、僕の意志が朦朧としてくる。これで彼女はきっと生き延びることができるだろう。だが、これでよかったのだろうか。彼女は生きる目的を持つことができるのだろうか。わからない。僕は役に立ったのだろうか。僕は、エラー観測不能。で、ここまでか。で、ちょっと待ってね。でも結局次のストーリーまだ見れてないよな。バックしようとして失敗して。あ、なんか動きそうじゃない？ちょっと待って。あー、来た！何これ？金庫、あ、ここが金庫なのか。あー、パスワードって、また別なのか。キノコ。皆殺し。皆殺し。死が足りない。違うね。なんか下にない？君。お母さん。疲れたんで放っておいてよ。僕はもう何も見たくないんだ。金庫の番号？金庫って何？お前は誰？そういえば変なキノコが何か持ってたな。じゃあ、番号を手に入れるために変なキノコに会いに行かなきゃいけないのか。変なキノコ。そうです。私が変なキノコです。変なキノコ。君じゃねえか。じゃあ工場の方行ってみるか。あれ？どういうこと？なんでアンズちゃん復活してんの？いや、歌はいいんだ。歌はいいんだ。お姉ちゃん歌綺麗じゃなくて、歌はいいんだ。あれ？どういうこと？ちょっとじゃあ、その間に御霊システムとか見とくか。あ、ここは変わらないかな？木若の話が。木若は一緒か。じゃあ工場の方行きましょう、工場。なぜ俺のメガネを奪い取ろうとする？やめてくれ！どうしたんだ？そんなことをしてる場合じゃないだろ。そんなに元気があるなら、もうしばらく巨大キノコと戦うといいと思うぞ。奪えないの？もうしばらく巨大キノコ、これじゃないのか。で、もうしばらく巨大キノコと戦えということね。他になんか持ってるやついない？なんかこういうの怪しくない？ラクタリのこの上の部分とか、ドルマークとか。メガネっぽいのいない？すごいね、ナメコ。ナメコのキノコえぐ。よし、じゃあお話しようか。私は誰かに求めてられてるからここにいるって強く感じてるよ。今はみんないてこうして楽しいけど、誰もいなくなっちゃったら私はどうしていただろうね。おっと、またネガティブってやつだね。ちょっと癖になってるみたい。どの時系列だ？新しい話だけど。私はいつも何が大切か忘れちゃう。失ってから気がつくことが多い。だからこの家族と仲間の大切さは絶対に忘れないようにしないとね。そういえば前にどこかで変なメガネを見つけたよ。確かヌンちゃんがよくかけてたやつかな。それ欲しいんだよ。なんかそれ知ってる。見えない文字が見えたり、床のセンサーが見えたり、床のアイテムが見つかりやすくなるっていう。よく考えればあのアイテム何なんだろうね。剣棒もどこかで見つけたら試してみたら。僕も遊んでみたい。ちょっと待って、レックって書いてある。録画中って書いてある。録画中なんで録画されてんのこれ。てかこれいつ時系列か分かんない。今分かんなくなってきた。剣棒が持ってるやつ、それ知ってるよ。写真を撮るやつじゃない？違うよ。あ、撮ってんのか俺が。だからレックしてんのか。動画を撮ってるんだ。ビデオカメラってやつだね。うーん、ずいぶん大きな機械だね。人間の使っていたものは結構小型のものが多かったけど、それの重さで潰されないようにね。ボロボロだよな。次は何して遊ぼうかな。楽しいことがこんなにあるなんて知らなかったよ。楽しいか？どうしたの？なんでもない。ループ中か、一応。
この人形かい？お姉ちゃんにもらったんだ。いいでしょ？僕にそっくりですごい可愛い。お姉ちゃんは人形を作るのが趣味なのかな。お姉ちゃんはこの人形を投げたり捨てたりしていいって言ったけど、そんなことするわけないよ。あ、ケンボー、お姉ちゃんにこの人形のお礼がしたいんだ。どうしたらいいだろう。あ、そうか、わかったぞ。いいこと思いついちゃった。へへ、教えない。かわいい、かわいすぎる。木輪かと、あ、木輪のできるか。木輪クローン。私たちは皆呼ばれるとき、ヌンクローンとか、殺意ヌンクローンとか呼ばれるんですが、私は6番目だから、むっちゃんって呼ばれてます。発見された順番ですね。かわいい。あの、ここにたまに来てくれる殺意ヌンは、あ、3番目だからサッチャーなの？殺意のサッチャーだと思ってた。と呼ばれてますよ。このクローンさんとよくつるんでたのは、サムライちゃんですね。本人がそう呼ばれたいらしくて、ユニークですよね。なんか元ネタあんのそれ。あー、この C さん、このクローンさん、聞こえてますか？どうぞ。こちらは特に問題なく作業を進めています。どうぞ。どうでもいいことで連絡してこないでください。殴りますよ。どうぞ。トランシーバーで各所と連絡を取り合ってるんですね。私たちクローンは12人いるんですよ。見た目は同じですけど、みんなそれぞれ微妙に性格が違うんです。中でもとびきり変わってる子は長女の子で、あまりみんなとつるんだりせず、たまにフラッと遊びに来てくれます。お土産をくれたりするんですよ。そんな感じでみんな優しい子ばかりです。最近めっきりその子からも連絡が来なくなってしまいました。今頃どこで何をやってるんでしょうね。え、どの子？どの子？もう死んじゃったんじゃないの？どの子よ。いやー、なんかさ、クローンたくさんいるから、なんか一人死んでもみたいな気持ちあったけど、こうやって個性あると辛いな。はあ、私の経歴。まあ別にそんな大したことはありませんが、私はこの近所のキノコに占領された集落からやってきてる日雇いの出稼ぎですよ。私を鬼の末裔とかであがめていた神社があって、そこでちやほやされていたのですが、信者の皆さんが皆高齢になってしまって、逆に私が彼らのために働いているのです。あがめられる対象なのに。私はキノコが入る前から結構な長生きで、微妙に人間とは違うようですよ。あ、そうなんだ。まあこの頭のキノコの下にもその証拠になんか、あ、これじゃあそうか、ドッグイヤーの関係してんのかな。ドッグイヤーのキャラが関係してんのかな。なんか石みたいな角が生えています。もうそのキノコの硬さで確認はできないですが、霊が見えるようになったっていうのも、そういった特殊な生い立ちだったからというのもあるかもしれませんね。ふわ、健坊さんなんで、健坊さん何ですかそれ。ビデオカメラだそうですよ。それで活動記録を取るんですって。はーん、それで私の勤務態度を監視するって、そういうことですか。許さぬ。労働基準法違反だ。結局メガネどこやねん。あ、なにこれ、荘厳なキノコさん出てきた。なにこいつ、自爆まで、え、なに自爆まで。うわ、やばそう、やばそうだけど負けることはねえだろ。のんびりしてた。お歌歌おう。もうこれが食らい終わったらお歌歌おう。やばいやばいやばい、自爆する。え、めっちゃ強くない？っていうか普通にめっちゃ強い。こいつだな、こいつ倒せばいいんだな多分。自爆近くね？耐えれるか？いや違う、え、こっちを倒さなきゃいけないの？なんか上に出てたのちゃんと読んでなかったんだよ。でも聞いてないもん、聞いてないもん。自爆させる前に倒さなきゃダメだ。もしくはお歌を残しておくべきだったか。じゃあ最悪じゃないか、俺の初手動き方。買った、聞いてるこれ。あー、コノちゃんもちょっと戦ってお願い。こっちの方がいいかな。聞いてる気しないんだけど。聞いてる気しないね。やっぱ後ろでいいや。あー、あとちょっとで爆発する。やめて。どうしよう。もうちょっと早く、このちゃん動く。メガネが飛んできた。メガネを手に入れた。あ、それでいいんですか。それでいいんですね。とりあえずメガネゲット。ゲッチュー。あ、野菜食べたいの？ちょっと待ってね。野菜あげる。メガネを手に入れたから、あ、いなくなってる。これ使えと。115？ え？足りなくない？桁。0115ってこと？ 0115 でいい子。いい子。あれ？ここにあったのかな？もう一つの数字が。ってこと？どっか工場とか行ったら瓦礫落ちてたりしない？違うかな。
ちょっと試してみるか。11。違うか。あー、いた1015だった。プレゼントを手に入れた。1015。ここに0があったってことなのかな。なんか、なんとなくでやったけど。まあいいでしょう。このに向けてのプレゼントのようだ。これがあれば。はい。ということで、じゃあ、ここでプレゼントを手に入れたところまでで一旦ここで終了とさせていただきます。これが0の形を示してんのかな。なんかよくわからないまま手に入れちゃったけど。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。